ビュー。はい、こんにちは。はい、こんばんちは、ケビンです。はい、今日は、日大と練習試合していきます。はい。で、まあ、大会まであと1ヶ月弱ぐらいなんですけど、日大とね、練習試合ができるということで、うん、今来れるメンバーを呼んで練習試合をさせてもらいます。はい。まあ、6人揃うのだけ初めてね。うん、みんなで、あの動画見てくれたら、ね、わかると思うけど。そう。だけど、あの、リベロのね、社長が今日いないんですけど、うん、まあ、6人ね、あの、リベロ以外のスパイカーとかセッターとかね、そこら辺の夫人が集まったので、はい、そこでね、今日は日大と、練習試合していきます。うん。なんか初めての試合やね、このメンツで。そうやね。うん。もうでも最初で最後なんじゃないかな。練習試合のために大阪から来てもらった。そうそうそう。めちゃくちゃおもろいや。そうだよ。ビッグイック。そう。地方からね、来てくれたわけね。そう。で、こうでね、集まる機会あんまりないんですけど、うん、せっかくの機会なんで、ね、できる限り練習試合をさせてもらおうかなと思います。ありがたい。本当ありがたい。うん。だけどまあ全部のね、映像、試合映像は届けないですけど、まあちょくちょくね、あの自分らがどういうプレイしてるのかっていうのを届けていって、調整ですね。まあ最終調整みたいな感じですね、もうこれは。言ったら、最初で最後のね。こんな感じだね。練習試合は、だけあれにしよう。まあ今回初めて戦う系、まあいろいろ試しながら、そうだね。やっていこう。課題を持って。そうそうそう。だからミスはどんどんしていけ、いろいろチャレンジしてやっていきたいね。ここでしか結構できんけ、ガッツしね。いろいろやっていくのと、あとなんかこうテーマ持ってやりたいけんさ、俺らはなんかこう全体でできるわけじゃないけど、こう丁寧に裁くとか、なんかそういうとことかね、ちゃんと徹底してやっていきたいね。富田とか大体動ける？そうですね。動けなそうやん、めっちゃ。でもね、富田はめっちゃ気負ったけどね、練習とかでもね。うん。何回かはね、もうやったもんですし。まあだけ練習試合でどうなるかやね。なんか俺ら3人はさ、一緒にやっときさ、だいたいどれくらい今できるって分かったけどさ、その、他の3人は俺らあんま分からんけどさ、どんくらいできるでしょ。俺マジ動けんよ。ふざけんな。お前動けんよ。ちゃんとやれ。筋肉痛がやばいけど。トレーニングで？あ、まあじゃあ強くなりよって。昨日5セットぐらいこなしてきた。あ、そう。いい、いい。体動かしてるのいいよ、めっちゃ。まあそれは全然いいよ。うん。本番は今じゃない。そう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 。じゃあ、りょうさんは？はい、りょうさん行ける。でも昨日、なんか試合してきたらしいけど。優勝した、優勝した。だけど、まあ、優勝した。優勝した。マジで。優勝まあ、だけど、まあ、おのおのね、みんな結構バレーしてると思うんで、よしよし、そのチームになった時にどうなるかって。そうだね。全然また変わるけね。うん、そこだけ。ですね、今日。うん、そう。強いよ、相手は今日、うんうん。それをね、あの、今日はね、いろいろ確認したり、どれぐらい通用するのかっていうのを確認する作業になってます。まあ、1台ぐらいのレベルで。全国1位ぐらいなんじゃない？クラブカップで。ほんとね、日大の1軍は今リーグ中なんで出ないんですけど、2軍で出てくれるらしいんですけど。2軍なんや。そうそうそう。それでも全然多分強いよね。うん。だけどその、どれぐらい通用するのかっていうのがいい指標になるんじゃない？うん。ちょうど日大と練習試合することによってね。そうです。なのでいろいろ試してやっていきましょう。はい。はい、じゃあお願いします。お願いします。はい。こんな感じで、日大の選手たちが練習してまーす。りょうさん、どんくらい今バレーしよう？週4。あ、結構やりようや。週4？ 週5ぐらいでやるよ。俺らよりやりようや。全然やりよう。週4。でも今後多いけど。あ、まあね、ネットがね。俺があるの大事やけん。週4の、あ、プロテイン毎日5杯。家計が苦しい。体今、ほとんどタンパク質でできとるやない。でもね、痩せたよね、もう早く。今はもう多分80キロ台で6キロ減量しとるね。すごい。すごい。結婚式の時から。そう。あ、そうやん、結婚。おめでとうございます。あ、今もうだけ、幸せ絶頂やけ。そう。そのままの流れで。そう、クラブカップ負けたらどんどんかいけんね。一気にこうなるけ。そうそう。いか、あの、絶対勝たないから。勝たないから。勝つか負けるかね、全然違う。あ、人生変わるよ、めっちゃ。よし。だけ、頑張ろう。頑張ろう。あの、だけ、本がぶりのタックルってことで。久しぶりや。楽しみや。マジ、本当久々やね。すごいよね。うん。はい、はい、じゃあ。さあ、来ました。お願いします。リークイックの鉄壁の壁、富田です。とりあえず、うん、バレーはリークイックとしかしてないんで、うん、あとは今日の目標としては、うん、初めて会った人が2人いるんで、あ、大輝と亮さん。あ、そうやね。そこと仲良くなるっていうのも大きな目標かなと。確かに確かに。まあ大輝はさ、近くに来て今後も多分いらっしゃるけど、りょうさんは大阪おるけん、当日は。まあ、もしかしたら何回か来るかもしれんけど、まあ、あんま混みやろって、ここでね、あの、しっかり試合する中で、コミュニケーション取っていこう。そうやね。わかりました。じゃあ、この懐かしの地で、ちょっと胸を借りるということで。そうやね。
どれぐらいまず自分らができるのかっていうのをちょっと見てます。去年はもうだって練習試合でも1回もせずに、そうやね、試合当日で一発やったんであれやったけど、今回これやって見れるだけ全然違う。うん、ちょっと今日は、うん、りましょう。そうですね、うん、怪我せんようにね、はい、よし、お願いします。え、なんか杉田来たんやけど。え、なんで呼んでねえ。久しぶり杉田。久しぶり。ちなみに、ちなみに杉田メンバー先輩。俺相手だから。え、何しに来たんマジで。だってここ日大でしょ。あ、まあ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 、確かに杉田のホームではあるけど。そうそうそう、今日日大でしょ。久しぶりやろ。ね、え、なんで来たん。そうやね、ひろと君に呼ばれた。あ、そういうこと。え、じゃあカメラして俺だ。あ、いいよいいよ。あのアップとかしようとか回してね。いいよいいよ。シャワー。おー、めっちゃいい。マネージャー来た。おいおい、いいねいいね。え、杉田マジ久々やね。だって動画に映るのももう何年ぶりとかじゃない。うん、コウスケに誘われてもいけなくて。まあ、杉田も開けとくよ、6月4日。いいよ、言ってる。カメラマンでね。以上、杉田でした。どうも、ケビさん。え、どういうこと。お前、今度やなかったぞ。急遽来れるよ、なんだよ。それは、言っとうと。誰にも言ってません。じゃあもういい。という、今回は、ドッキリをちょっと仕掛けていこうと思いまして、3人に。待って。お前隠れるとき俺呼んできたい。こっちの方がいい、いい撮れるやつ、ここに。実は僕も一人でオープニング撮ってます。B 級。はい、皆さんこんにちは、社長こと翔平でございます。ちょっと B クイック3人にドッキリを仕掛けていきたいと思っておりまして、なんでお前が撮ってきたか。お前クリエイターじゃねえけど、お前が撮ったわ。謎の一人で動画撮りよう。俺一中で何しとるんやろって思いながら。いいね。はい、ちょっとオープニングも撮ったんですけど、こいつ来ない予定だったんですよ、社長。なのに急に来た。あ、いいじゃんいいじゃん。でもよかった。勝手に来た。びっくりした。勝手に来ました。え、飛行機で来たん。今日昨日。あ、昨日来たん。そう、昨日の夜中に来た。あの、着いた。あ、そうなんや。そうだよ。あ、この辺おったんや。そう。なるほどね。で、よーい、朝大輝と待ち合わせして。あ、そういうこと。あ、大輝じゃあ会っとったんや、朝。お前そこで連絡だけ。だけ、あの、電車一緒やったんや。たまたま。で、大輝が気づいて、俺なんだよって。大輝にもそもそも言ってなかった。そう、大輝にも言ってなくて、前々日ぐらいに行けるっていうので、俺一人じゃちょっと無理やけ。そう、大輝に協力してもらいました。お前しょうもないことすんなよ。お前大体その俺らの3人は誰かに言うよ。セオリーは大輝に言っとくんやから。なるべくサプライズしたかったってことね。なるほどね。お、じゃあ7人出る7人揃ったってこと。よかったね。これでじゃあ試合出ましょう。よかった。あ、リベロね、借りようっつって言おうたのにね。あ、ありがたい。じゃあ50分後ぐらいにゲームするらしいけ、みんなそれぞれストレッチしてアップしていきましょう。はい、行こう。はい、いいよ。お前来とうのおもれえな。え、なんか向こうから見たことあるようなこのやつ近づいてきたけど。俺日大にこんなやつおるんや。え、翔平痩せたんやろ。痩せちゃった。何キロぐらい痩せた。10キロぐらい落ちた。10キロマジで。でもね、多分元からこれやけあんまわからんと思う。いや、でもだいぶ体のキレ違うし、10キロ変わったら全然違う。え、バレーション？バレーちょくちょくです。あ、そうなんや。そうそう。いや、でもいい反応が取れてよかったね。いや、うざ。なんなんこいつ。こいつこういうとこあるんすよ。急にさ。ああ、大成功。やかましいよ。今日帰る。明日帰る。明日帰る。今日泊まるん。どこで泊まろうかな。
遊園券さ、確かに。お前の宿とかねえよ。すごい。はい、じゃあ、頑張って。はい、じゃあ、頑張ります。さあ、メンバー唯一の現役、大輝でーす。俺が現役ないでしょ。こいつさ、あの、ちょっと言っていい？はいはいはい、どうした？人間性みんな終わっとうけど、ちょっと言っていい？あのさ、こいつ土日練習来るって言うけんさ、もう俺が1ヶ月ぐらい前から練習取って、あ、じゃあお前土日来るって言ったら取っとるよって言って体育館ね、体育館取ったよ、で、前日にも俺が丁寧に明日来るよねって聞いたら、もうその日練習時間になっても既読無視。あ、今日会った。おい、こいつやばくない？いや、これさ、どういう心境やったそれ？どういう、あれ？え、でもさ、古田からも来たよ、連絡。そう、でもそれだけ、たまたまね、あれや、連携取っとったわけじゃないけ。あ、そうなんや。したら、達也が、そうそうそう、なんか大輝ほんといいよぜってなって、そあ、それで俺に言ったわけ、もう言わんでいいやっていう認識だってことね。でもさ、それもさ、あれ、当日俺が聞いたけんね。そうよ、そうや、俺しかも前日から聞いた。お前当日行けんって分かっとって連絡してないのやばいけどね。そうよ、しかも1ヶ月ぐらい前から行けるけって言って。めっちゃ怒られる。俺そういうの怒るよ。俺そういうの厳しいよ。お前だって体育館お前抑えるのお金かかるっちゃけ。そうよ、なんでやねん。まあいいよ、言い訳は。いやいや、間に合わんって言った、間に合わんって言った。そうそう、そうやった。一応練習、その日練習しよったけど。うん、練習しよっちゃろ。練習どんくらいしよん？週1か週2。あ、そんなもんなんや。でもなるほどね。どうなアキレス腱の調子は？そうよ、アキレス腱とかはもう問題ない、筋力は戻ってないだけ。そう、はいはい。いつ戻る？まあ、5月中やお前頼むぞマジで。ギリギリやった。5月だよこれ。ギリギリやった。頼むぞ。まあゴールデンウィーク明けやね。まあでも今日、あ、でもそっか、俺らとあれする前に別のチームで練習試合とかしとんか。まあ、一応あれ、試合感はあるっちゃあるして、まあ、怪我せんようにね。まあ、そうやね。うん、まあ、俺らもやね。この2日はね、ちょっと俺的には大事ない。うん。まあ、大事よ。ちょっと体多分作れない。まあ、もう、みんなそうよ、みんなそう、俺らも。え、お前、もしかして前髪切った？切ってよ。なんでお前切ってよ、お前そんな微妙なところに。いや、切ってよ。1、2センチ切っちゃうわ、これは。視聴者はみんな気づかんかもやけど、俺気づいたね。これすごいね。俺大輝いつも1ヶ月半ぐらいに1回髪の毛切るってさ、今日また切るとか銀座とか切るよってさ、おしゃれやな、お前銀座で髪切るとか。先週切ったんやけど、あげてないよ、ストーリーとか。なるほどね。よう気づいた。うん。お前美容の頻度、お前女子や。じゃあ今日よろしく頼むよ、大輝。うん、よし。アップしたい、とりあえず。よっしゃ。一大のコーチ、細田コーチです。広瀬さんです。僕らの飛行部の先輩ですね。はい。今日大でコーチやってます。よろしくお願いします。ということで、はい、間もなく練習試合が始まるので、はい、行きましょう。はい。
よし、じゃあ、やっていこう。で、なんかいろいろ、これで初めて合わせてやるけ、うん、試していこう。で、練習の、ゲームの中で作っていくみたいな感じで。うん、だけど、思いっきりやろう。そう、思いっきりやろう。失敗しいやね。向こうのね、ジルがある店っていう。一回来ると思うけど一生懸命やって楽しくやろうよ。そうだね、そうそうそう、本気になりすぎて楽しくなったんやけど、そうだね、そうだね、あとオフボールでブロックホール行くとか、あのブロックで飛んで飛んでない人もしっかり下がりとか、そういうとこしっかりやっていこう、徹底してる。これ試合にできついけど、うん、はい、ということで1セット目終わりました。まあまあまあ、ね、初めてメンバー集まってやったんですけど、まあ最初はこんなもんでしょと。うんうん、まあやっと終わりには、その意識しようことが、うん、やろうとはしようけ、いいの。できそうできない。今日はとりあえず結果を求めずに、いろいろね、やっていくってことで。いい感じ、いい感じ。うん、やっぱゲームになると気づくこととか多いけ、うん、この、なんか、連携ディフェンス面とか攻撃とかね、連携を話しながらやっていきましょう。はい、よ。この後やね、2セット目、3セット目以降、多分実際の試合でもフーってなるけ、そこ頑張らないとね。うん、でもオフボールとかみんなしっかりいけるし、声もちゃんとよくいい感じと思う。みんなちょっともったいないのな、何本かあるけ。だから、ね、多分3枚とかの量産全然いっていいけ、もうそうやったら俺フェイントもともと取るけ、俺があれサボったの。すごいすごい。そういうボディやね。そういうボディ、うん、マキオナが引けたらあげるって感じで、そういう緩いのに行こう。 OK、 よっしゃ、じゃあ行こう。引き続きやっていきます。はい、みんな行きますよ、ラスト。残り1セット 5セット目やね。よし、おい、ケビン行くぞ。 OK、 やりましょう。よっしゃ、行こう。やることは一緒、やることは一緒。よっしゃ。ラスト。よし。ストップ。よっしゃ。次第機、あと1セット頑張れ。
はい、お疲れ様でした。お疲れ様でーす。お疲れ様です。とりあえず、練習試合、5セットぐらいで、させてもらいました。どうでした？まあ、意外に、思ったよりは、ね、あれできよったんじゃない？動きよったんじゃない？動きよったというか、一卒できよったんじゃないかな。ブロックが良かったりさ、相手の、うちいい練習だったの。そうだね。やっぱ大学生やけ、組織がしっかりしておけ、すごい、なんか、リアルな試合の感じやったね。多分あっちの方がね、ブロックとかいいやろうけどね、実際本番やったらいいと思う。だけどすげえいい練習やったと思います。はい、でもね、まだ全然仕上がってないんで、そこら辺はね、どういう風にやればいいかっていうのは完全に分かったんで、そこら辺をね、あと詰めてやっていきたいと思います。はい。で、ちょっとだけね、まだ練習できるんで、今日の課題、おのおのに多分あると思うんで、自主練でね、最後練習して、今日は終了となります。はい。はい。で、この動画がね、もう上がってる頃には、もうほんと大会、数週間前だと思うので、はい。もうガンガン、ちょっとモチベーションもね、上げてやっていきたいと思います。はい。じゃあ皆さん、間もなく試合なんで、楽しみにお待ちください。多分この、実際の試合はもっと仕上がってると思うんで、みんな。期待してください。はい。じゃあ、締めますか。はい。せーの。Thank you!